い、皆さんこんにちは。キアズキッチンへようこそ。ということで、今日何作ると思う？何なんと今日はこちらに七面鳥をご用意いたしました。おー、イエーイ。七面鳥1匹用意しました。まあ7キロで、まあ1500円、安っ。ウォールマットで買いました。ウォールマット。出たまあ今日はね、野菜とかと添えて一緒にオーブンでベイクしていたので、うん、早速料理レッツゴー。レッツゴー。はい、ということでね、まずビールがないと何も始まりません。ということで、今日用意したのはこちら、ザ・ラストストロベリーというね、カナダの地元で作ってる、ストロベリー風味のね、ビールということで、今日はこちらをご用意させていただきました。これ今から飲みながらクッキングしていきたいと思います。海外風だね。飲みながらクッキングね。よっしゃ。まあ、そうは、イチゴの風味がすごい。ということで、早速味見をしていきたいと思います。どうぞ、カメラマンさん。乾杯。乾杯。香りがそそるね。あ、うまい。ということで、こちらね、あのラストストロベリー、ものすごく飲みやすくてフルーティーな感じがあって、あまり苦みがない。若者にもね、飲みやすいということで、ものすごく美味しいです。なので、みんなも買ってみてください。はい、ということでね、料理をね、順調に進めていけるように、まずオーブンをね、180度に予熱します。早速ね、七面鳥の中に詰め物をするんですけど。あ、詰めるんだ。そう、詰めるんです。そう、オーストラリアスタイル、実は。なので、今日用意していくのがローズマリー、ニンニク、そして何でもいいので、あの白系のパン、そして玉ねぎ、フードプロセッサーを使います。はい、ということで、まあね、お酒がないと始まんないよね。ということで、2杯目こちら用意しました。イエローテール、スウィート&ルーということでね、オーストラリアのね、赤ワイン。こちらね、スウィート&ルーってやつはね、ちょっと甘みがある、結構美味しい感じのワインです。あー、香りがそそるぜ。はい、では注いでいきます。おー、おー、いい音。よし、ではね、味見をしていきたいと思います。あ、香りがいいね。香りが素晴らしい。いいね。いやー、最高だね。カナダ19歳とお酒なんて。どう？ものすごくいい。これね、絶対七面鳥と合う。じゃあ待てよ。じゃあ待ちなよ。じゃあ待とうよ。誰だよ、思ってたの。お前か。はい、ではまず玉ねぎを切って、あの、みじん切りにして、バターで、あの、まず炒めていきます。うまいね。慣れてる。料理はね、プロなんで。実はさ、じゃあ職業って、料理人。実は料理人が、あの、僕が最初始めた時の、あの、何、職業。パイロット遊びですね。遊び、趣味、もはや趣味。もう僕6歳の時から料理めっちゃしてて、へー、その時から、まあ、ローストビーフとか朝ごはんとか。朝ごはんローストビーフ。そう、それ健康気使ってんの。まあ、それは置いといて。それは置いといて。はい、ではフードプロセッサーに、あの、入れていきたいと思います。みじん切りね。みじん切り。はい、ではね、あの、フードプロセッサーに玉ねぎを入れたので、10秒ほどね、プロセスしていきたいと思います。はい、はい、10秒が経ちました。それ使い方合ってんの？よし、合ってます、多分。はい、では続いてはね、さっき、あの、プロセスした玉ねぎを入れていくと。入れていきます。はい。あ、目痛い？全然痛くないけど。泣いてない？泣いてないけど。では次はね、パンを適量にね、入れて、パンを、パンが入ってるね。そう、フードプレス、プロセッサーに。プロセッサーで10秒ぐらいやっていきます。それで、あの、プロセスしたパンをボウルに入れていきます。はい、さっき炒めた、あの、玉ねぎがちょっと茶色になって、それをね、投入していきます。どこに？パンの中に。よし。はい、ではね、次はローズマリーもね、あの中に入れていくので、ローズマリーをものすごく細かく、できるだけ細かく切って、それも一緒に混ぜていきたいと思います。よいしょ。プロセッサーさ、そこまで細かくはできないから、包丁で。そう、細かくなりましたね。はい、ということで、この細かさにローズマリーをしたら、これもさっきのパンと玉ねぎを入れたボウルの中に、そう、入れていきます。ということで、混ぜます。混ぜていきます。全部混ぜるのね。混ぜる。はい、で、この中に、あの、ニンニクもね、一つみじん切りにして入れていきます。はい、ではこの中に次はね、牛乳を入れていきます。牛乳入れるんだ。そう、まあ、まとまる感じぐらいの牛乳だから。まあ、ほんのちょっと。そう、こんくらいかな。塩コショウも入れていきます。プロか。
プロだった。料理人。実は俺はプロだったそうか、プロだったのか。ということで、あなたね、あのバジルペーストみたいなやつを入れました。で、この生地がこんくらいまとまる感じになったら、うんうん、OK です。ということで、詰め物の方は完成です。はい、ということで、ね、作っていったあの詰め物をね、早速あの七面鳥の中に詰めていきたいと思います。うん、まあちょっとずつね、いい感じに詰めて押し込んでいきましょう。あ、このターキーの中に詰め込んでいくのね。そう、だから詰め物って言います。なるほど。マジでうまいからね、これ絶対うまいよ。これはオーストラリアで。そう、この詰め物スタイルはね、オーストラリアスタイルです。へえ。ということで、ひっくり返して、次は口の方からね、もう入れていくと。いきます。はい、では次はね、玉ねぎとじゃがいも、そして人参をまあ一口サイズに切って、うん、七面鳥の周りに並べていきます。切るぞ。皮むいた？皮は実は剥かないんですよ。あ、剥かないの？そう、ローストするとき、まあパリパリの食感になるように皮はつけたまま。へえ。まあ一口サイズって、一口こんくらいの大きさにね、切っていきます。で、まあバランスよく七面鳥の周りに並べていきます。玉ねぎはもうこんくらいに。さっきの余りだね。そう、はいはいはい。よし、そしてじゃがいもこんくらいの大きさに切って。はい、では次にね、あのまあ焼く前の最終段階、はい、塩と胡椒、そしてまああるハーブはね、まあハーブある分だけたくさんまぶしていきましょう。めっちゃかけんな、塩。めっちゃかけます。で、こちらがいろいろハーブの混合したそういうスパイスのあれなので、たくさん野菜とチキンにかけまくる。そう、かけまくります。そしてここで忘れちゃいけないのがローズマリー。ローズマリーがものすごくいい香りするから、うん、だから、そう、あの欠かせないです。だからまあいろんなとこに置いたりしてね、こんな感じで置きます。そして最後にあの焼き目をつけるようにオリーブオイル、はいはいはい、はい、野菜にもね、オリーブオイルをたくさんまぶして、よし。はい、あ、ということで、あの180度ね、あの焼くだけです。オーブンで。どんぐらい焼くの？まあ、大体5キロのチキンだと、まあ、まあチキンっていうか七面鳥だと2時間ぐらい。2時間ぐらい。ちっちゃいのは1時間半とかで焼けるけど、このサイズになると2時間ぐらいになります。はい、ということで30分が経ちましたので、30分、ね、見てみましょう、1回。そう、おぉ、めっちゃ綺麗に焼けてるじゃん。いやー、いい感じ、いい感じ、うまそう。で、まあ30分ごとに、まあ大体ひっくり返すのね。そう、平等に焼けるようにして、最後の1時間だけ背中にしてね。いや、そら、ものすごくいい感じだよ。あー、いい感じ、いい感じ、いい感じに焼けてきてます。この調子、あと1時間半ぐらいして完成。完成です。行きましょう。待ってよ。はい、ということで2時間が経過しました。はい、待ってましたね。めっちゃ腹減ったよ。お腹空いたね。ということで、早速七面鳥見ていきましょう。オープン。おお、うわ、めっちゃいい感じじゃん。めっちゃいい色に焼き上がってます。これ多分あの家族10人分ぐらいあります。はい、ということで、じっくりこんがり焼けてきました。見てください、この美しいこんがり具合。うわ、そう、パリパリだよ。早速食レポ行こう。いや、食べよう。食べていきましょう。はい、では切っていきましょう。おお、もうナイフ、そう、ナイフ通しただけでもほら、もう爆発。はい、では早速食べていきたいと思います。うまそう。わ、めっちゃ匂い。いただきます。うん、やばい、うまい。絶対うまいよな。おいしいね。ここで赤ワイン、うん、絶対合う。どうですか？うまい、マジでうまいです。自分で作って自分でうまい。自分で作って自分でうまい。あ、はい、ということで、あの、ちょっと食べ過ぎだよ、食べ過ぎだよ。うますぎて集中してなかった。このあの、詰め物がマジで美味しいの。なんかめっちゃ鶏肉をね、ハーブのいい感じに香り付けをするので、味も美味しいし、鶏肉にもすごくいい効果を持ってるんで、ものすごく美味しいです。うん、やい。手羽元はこんなにでかい。うまい。ものすごくパリパリで美味しいです。ということでね、次のクッキング動画でお会いしましょう。 See you!